富津つかやインターチェンジ付近富津立山道路は国道127号のバイパスとして千葉県の富津市と南房総市を結ぶ東日本高速道路が管理する日本の高速道路である。略称は富館道。北側を立山自動車道、南側を国道127号立山バイパスに接続し国土開発幹線自動車道における東。 関東自動車道立山線の予定路線区間を保管する役割を担っている高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路である高速道路ナンバリングによる路線番号は京葉道路立山自動車道とともに E14 が割り振られているふつ立山道路と少数が立山市内までには入っていないなお千葉県の道路計画では 富浦インターチェンジから南へ延伸して、立山、鴨川道路に接続する計画がある。開通当時は、インターチェンジ付近を含む全区間が暫定に車線となっていたが、追い越しのため富山パーキングエリア前後区間の4、車線加工事を行い、2008年4月24日、完成した。ETC 割引制度の対象道路ではなかったが、2007年8月20日からは、 社会実験による通勤割引、深夜割引の導入が行われている。社会実験は2009年3月19日をもって終了することになり、2009年3月28日からは生活対策に基づく高速自動車国道等への休日特別割引、一般有料道路への時間帯割引の導入が行われている。 24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成総交通量度料金収入度ハット a b 二立山道路が部分開通渋滞緩和南方の飛躍期待巨可 IC で式典千葉日報高速道路ナンバリング一覧国土交通省2017年9月3日閲覧高速道路会社への事業許可について 国土交通省道路局2019年3月29日閲覧 AB 暫定に車線区間における優先整備区間選定について国土交通省2020年12月15日閲覧 AB 核 IC 間の課題の評価一覧国土交通省2020年12月15日閲覧 AB 国交省 暫定2車線を4車線化する優先整備区間。道東道、秋田道、常磐道、東海北陸道、東九州道など約8 8 0トルトラベルウォッチ2021年3月18日閲覧。高速道路利便施設の連結に関する情報提供。日本高速道路保有、債務返済機構。 2021年3月13日閲覧。令和2年度全国道路、街路交通情勢調査の延期について、国土交通省道路局、2021年4月27日閲覧。ありがとうございます。